ました。看護留学行ってみたいと思います。今日の英文法の全体図はこちら、4択文法20問ございます。田辺さん、これちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまってですね、皆さんちょっとご覧いただけないので、最初の9問行ってみたいと思います。皆さんに1問ずつ解いていただくんですが、その中でできる重要な情報、それは皆さん授業の最後にまとめたいと思いますので、皆さんは解くことと解説を聞くこと、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。それでは設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの1番お願いします。皆さん、これは空手のミーアのミーアフェイバー、これとセットで使えるあの熟語の確認ですよね。ですから正解は A ですよね。もちろん空手の左側、ウッチュも含めてですね、 Would you do me a favor? お願いがあるんですが、ということでよろしかったですね。ですから熟語の確認ということで A が正解でよろしいかと思います。では続いて問いの2番お願いします。これは選択肢の D がまず最初に削れそうですね。もちろん皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん旦那様とのパートナーシップ、まあ、連携を取ることでですね、キュリー夫人は principles、原理原則、それを発見することができた様子が伺えますよね。ですが皆さん、こうやって進行形を使うと、皆さん進行形ってのはあくまでも一時的な状況を説明するものでございました。もしくはある動作の途中を表すんですね。そうすると皆さん、まだ発見を助けている途中ですよという話になっちゃいます。ですので意味内容上、まず選択肢の D は×ということでよろしいかと思います。そして皆さん、選択肢の C の出だしの ING もまずいですね。皆さん、これを選んでしまうと、この文章中動詞がないことになってしまいますからね。ですから選択肢の A の helped、 もしくは選択肢の B の helped、この過去時制を示す表現を選んでいただけますと、まず動詞の存在が確認できます。で、あとは皆さん、ちょっと話変わりますので、色を分けさせてくださいね。さあ皆さん、あとはヘルプの後ろが動詞の原型か、もしくは ING か。で、あとは皆さん、思い出すだけでございます。ヘルプの後ろに置けたのは、まあもちろん有名どころで言うと、to 不定詞でよろしかったですが、その to 不定詞の to を取って動詞の原型、それを知ってるかどうかを試す問題、つまり語法の問題ですね。で、当然選択肢の B の ING はダメですからね。動詞の原型を置いている選択肢の A ですね。これが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの3番お願いします。まず選択肢の B の AND ですね。皆さん、その AND の右側 ING で、これを活かすんであれば、皆さん AND の左側も ING が来るはずなんですが、そうはなっていないので、まず B が×ですね。ただ皆さん、残りの選択肢ということですが、皆さん文頭をご覧になっていただけるとわかるかと思います。十分バランスの取れた生活のために、皆さん学生さんが必要なことですね。もちろん文末勉強だけやってると皆さんバランス取れないですからね。ですからこそ皆さん、勉強だけでなく他の興味関心も持った方がいいですよと。そうすることによって皆さんバランスが取れるんですね。ですから皆さん、選択肢の A だとちょっと足りないですね。 Not only A but also B、 A だけでなく B も、その表現を作りたいんですが、皆さん also しかいませんからね。で、選択肢の C、behind だと皆さん、後ろに行っちゃいますね。バランスが崩れそうです。ということは皆さん、D が良さげですね。besides。ですから、勉強だけでなく、他の興味関心も持つ必要性がありますよ。意味内容上バッチリですね。ですから、正解は D ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの4番お願いします。これ、空手の右側、mistakes。これにつながる表現を選べば良さげですね。もちろん正解は C ですよね。make mistakes。間違いをする。という熟語を分かっているかどうかを試す問題ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、問いの5番、お願いします。まず、選択肢の B と D を削りますね。
当然ニュースというのは数えることができない名詞、つまり不可算名詞ということでよろしかったですね。ですから複数の B 動詞を示す were は使えませんからね。ですから A と C の was で言っていただけるといいかと思います。熱海さん、そのニュースに座をつけるのかつけないのか、この違いですね。デビさん、今回は皆さんテレビ消しておりますので、見ていたニュースは特定できますよね。ですから座がついている選択肢の C、 これが正解ということでよろしいかと思います。デビさん、問いの6番お願いします。デビさん、これ空襲の左側見ていただきますと、これらの絵のうちの一つを買うことを決めたんですね。で、皆さん、文末見ていただきますと、ベストなものに対して、皆さん、あなたの考えですね、求めております。ですから、これらの絵の中のうちの一つでございますので、選択をしなければいけないんですね。ですから、正解は C ですよね。選択をする。どっちにするのかという話でございますので、これはフィッチということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、問いの7番お願いします。で、皆さん、これ空所の左側見ていただけますと、皆さん、それらを書き留める必要性があったと書いてますね。ということは、皆さん、ペンを貸してくれてありがとうという話ですね。ですから、選択肢の A と B であれば、borrow ということですから、これだと借りるになっちゃいますね。で、皆さん、選択肢は C か D かということですが、もちろん C のレンドは無料で貸すんですね。で、選択肢の D のレンとは、お金を払って貸すんですよね。つまり有料か無料かということでよろしいかと思います。で、さ、今回皆さん、文末ペンと書いておりますので、まあペンぐらいだったら無料で貸すんでしょう。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの8番お願いします。で、まずこれは空所の左側の provided、これが何を表しているのか判断はつきますでしょうか。もちろん provided that、まあ、今回は that が省略されておりますが、 provide that でイコール if ということでよろしかったですね。つまりもしうにゃうにゃならという条件を表す表現でございます。で、皆さん、 provide that 接続詞でございますので、後ろ sv が必要ですね。ですから主語が伴っていない選択肢の C と D をまず削りますね。だと皆さん、選択肢の A も B も SV でございますので、一応パッと見 OK なんですね。ただ皆さん、選択肢の B には B to 不定詞が隠れております。で、皆さん、ご存知でしょうかね。 B to 不定詞というのは第三者が介入する、つまり第三者の意図でうにゃうにゃする、そういう話になっちゃいます。ですから、もし選択肢の B を選んでしまうと、第三者、つまり私以外の人の意思によって、まるで私は勉強させられているかのような話になっちゃいますからね。ですが、皆さん、study ってのは自分の意思で勉強する話でございますので、選択肢の B はダメですね。ですから、素直に選択肢の A ですよね。これ皆さん、 SV ございますので A が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの9番お願いします。で、これ選択肢どれを選んでいただいても twice という倍数表現がおりますね。あと皆さん、その倍数表現の語順を思い出していただけるとよろしいかと思います。そうです、もちろん正解は C ですよね。倍数表現の後に as、うにゃうにゃ、as、点々点、まあ比較の項目でございますので as がついてバッチリでございます。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは1番目、宇宙住民やフェイバー、お願いがあるのですがという感じでよろしかったかと思います。そして2番目、ヘルプを見たら、もちろん助けるので目的語は人間が普通でございます。で、皆さん、その後ろは to 不定詞もしくは動詞の原型でしたね。そして意識をしていただきたいのは SV 用詞第5文型ですから、訳し方は O が指示するのを助ける。ただ皆さん、このあたりの理屈はですね、本当はもうちょっと知っておいた方がいいかなって感じがいたします。
ただそれの解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしよろしければこの後ご視聴いただけると嬉しいかと思います。そして3番 Besides、 全地点うんたらかんたらだけでなく Not only a battle so beat と書き換えることができました。そして4番 Make a mistake、 間違えるという熟語でしたね。そして5番目のお知らせは形がないので数えることができないので不可算名詞。そして6番目連度と言われたら O1、O2、第4文型ですね。ですから単に貸すというふうに訳すんじゃなくって O1 に O2 を貸す、まあ人に物を貸すんですが、そういうふうに皆さん押さえていただけるとよろしいかと思います。そして REN とは皆さん有料でしたね。それは REN 同との明らかな違いですね。 REN の場合は無料、 REN の場合は有料、違いは押さえておきたいです。そして7番 PROVIDED、 これは後ろざっと説ですね。まあ先ほどもそうでしたが、ざっとは省略できますが、後ろ SV 伴っておりますので接続詞という意識はあった方がいいかと思います。そして意味は if とほぼ同じですからね。例えばこの provide that、 これの理屈はございますので、しかも皆さん解説動画はすでに存在しますからね。これもリンク先概要欄に貼っ付けておきますね。そして8番目倍数表現 twice as as、 皆さんこの順番になる理由ですね。これに関しても解説動画はすでに存在しております。同じくリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。ご視聴いただいてもよろしいかと思います。さまざまホワイトボード全体像を見ていただいて、もし知らないものがありましたら、この後ノートを取っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんノート取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、さくらさってください。